メタルヒーローシリーズレスキューポリスシリーズ特救いレ令ソルブレイン特救いレ令ソルブレインは1991年1月20日から1992年1月26日までテレビ朝日系列で毎週日曜8時8時30分に全1 3話が放送された東映制作の特撮テレビドラマメタルヒーローシリーズの第10作目前作の特刑 ウィンスペクターに次ぐレスキューポリスシリーズの第2作である本作品はウィンスペクターの続編として制作された作品。前作のレギュラーであった正木本部長が引き続き登場したり、番組中盤にてウィンスペクターのメンバーがゲスト出演するなどといった展開が見られ、番組後半からはウィンスペクターの主人公であった香川龍馬がセミレギュラーとして再登場した。 設定面では、前作の基本的な部分を踏襲しつつ、女性キャラクターを追加してのメンバーごとの役割の、文化やより、リアル感のある強化スーツや、装備のデザイン、大型救助母艦の導入など、新たな要素を導入していく試みがなされている。演出面では、ソルドーザーのクローラー変形時のアニメーションに、CG が導入されている。その一方で、ドラマ面は、前作以上に、 刑事ドラマとしてのカラーが強まることとなり、命だけでなく人の心も救うと設定され、犯罪者側の背景や動機が重視されているため、戦闘よりも事件の捜査に裂かれる時間が長い。犯人や被害者が死亡したり、また本来はごく普通の市民でありながら、悪人あるいは社会的事情によって追い詰められやむに止まれず、 罪を犯して逮捕されるなど、悲劇的な結末を迎えるエピソードも多い。最終話なしでは、ハッピーエンドとは言い難い結末を迎え、本作品のドラマ性を象徴するものとなった。視聴率は、前作と比べると、平均12.2%と、若干下がり、玩具販売においては、前作セ60%特選を余儀なくされる結果、ゲスト出演を経てのファイヤーのレギュラー化。 SSI の活躍シーンの縮小投稿版での変化をもたらすこととなった。主人公たちの本部の外観として屋外の撮影に使用された日本工学院、八王子専門学校研究棟犯罪が高度化した時代、人の命と心を救うために自らの青春をかけて立ち上がった若者たちがいた。それが特捜救急警察である。 警視庁特別救急警察隊ウィンスペクターは ICPO の要請を受け海外にその活動の場を移した。ウィンスペクター本部長、正木俊介はかつての事件を教訓にし人の命を犯罪から救うだけでなく犯罪者の心をも救うための新たなレスキューポリスを誕生させた。それが特捜救急警察ソルブレインである。 主演の中山光一は本作品が初主演であり、番組終了後のインタビューでは慣れる前に終わってしまったと述べている。前作主人公である香川龍馬の登場については、やりづらさを感じることはなく演じる山下優が入って楽しくなったと述べており、山下も前作では同性、同年代の共演者がいなかったため、本作品では中山がいることで、 安心感を得ていたと語っている。各話のゲストについては放映リストを参照。脚本陣には前作に引き続いて、杉村賞、高く進む、宮下俊一ら刑事ドラマにも多数関与している、面々、それに、大木沢信夫らが名を連ねている。演出陣は、前作から引き続き小西道を、小笠原武史、三村哲次のほか 堀町文プロデューサーと長い付き合いの美濃は正雄がシリーズ初参加ながらパイロット監督を務め上げた。またこれらベテランに混じり本作品では石田秀則が当時29歳の若さで監督デビューを果たしている。音楽担当には前々作より挿入家の作曲として関わってきた随木主を起用。東映の特撮テレビシリーズの劇とも作曲家としては 初の女性作家の登板となった。キャラクターデザインにはクレジットされている篠原保元のほか、同じくクラウドの伊藤厚史も参加している。突起のない限り、いずれも発売元は東映ビデオ。ありがとうございます。